こんばんは、速稼塾の久保です。自らの経験に学ぶものは敗北して、歴史から学ぶものは勝利するというね、そんな原則がありますけども、まさに禅とかね、精神論とか、それからまあ他、そうですね、孫子ですかね、そういったもの、孫子の兵法っていうのは確か2500年ぐらい前に、まあ、編纂されたものだっていうふうに私覚えてるんですけども、それから兵法以上の兵法っていうのは出てきてないんですよ。ということは、時間が変わっても時代が変わっても、人が何で失敗するか、人はどう勘違いするか、人はどんな先入観を持ってるか、これはほとんど変わらないってことなんでしょうね。まあ、よく言われるんですけども、権力とかお金とか人間関係、とかく女性ですよね、男性からすると、この3つのうちどれかを攻めれば大体人は攻略できるっていうんですよね。もうまさにその通りだと思うんですよ。やっぱり日本ではその浮気がタブーとされているじゃないですか。だからスキャンダル、女性関係ってものでつくと、もう簡単にね、失脚するんですよね。でもそもそも普段から女好きで、あっちの姉ちゃんこっちの姉ちゃんと遊んでるよみたいな、ビートたけしみたいな人は依然と君臨し続けるんですよね。要するに人は何に弱気を置いてるかってことを学び、それを使っていくか、それともそれに使われていくかってことで大きく分かれると思います。で、人はね、恥ずかしいって思いがあったり、人よりもよく見られたいっていう、要するにそういうふうなね、見栄を張るんですよね。私もずっとこの放送で見栄を張れって言ってましたけども、見栄の張りどころも間違えると、それを悪用されて陥れられることになります。よくね、余計なものを買っちゃう人っているんですけども、ブランド物とか買う人がいますけども、無人島に行ったらブランド物って多分買わないと思うんですよ。だからいくらね、ブランド物が好きなんだって言っても、そうじゃないと、ブランド物を持っている自分の姿を見てほしいから買ってるってことになるんでしょうね、きっとね。もちろんそれも個人の価値観なんで責められる問題はありませんけども、やっぱりね、こう私たちが学ぶべきことっていうのは、自分の体験から出されるものよりも、もっと大きな視点で人類全体がどう思ってるのかなってことをよく理解することだと思うんですよ。で、メンタリストの DAIGO さんっていうのは、結局人間がどういった時にそういう思考に陥るかってことを、歴史から学んで、歴史から学んで、歴史から学んで、自分のアウトプットに生かしてるってことなんですよね。だから自分の体験でこうだったよってことはなかなか話さないんですよ。で、多くの方っていうのは、例えばね、学校の先生とか学校ってものを語るときに、自分はこういう学校でこういう目に遭ってきたから、だから学校ってのはこうなんだよっていうね、その自分の個人的体験を一般論化するんですよ。でも賢い人っていうのは、一般論から自分の個人の体験がどのぐらい乖離があるかってことをきちんと認識してるんですよね。だからその DAIGO さんっていうのは、個人的にはこうだったけども、でもグローバルな視点だと多くの方はこう捉えてるよねっていうのが、多くのデータから咀嚼できてるんでしょうね、きっとね。だから何が言いたいかっていうとね、勉強熱心な人っていうのは、自分の主観から離れてより客観になっていくってことなんですよ。でもそういった視点のない方は、客観を知らずに自分の主観を客観と勘違いするんですよね。きっとね、こういうふうに思うことがいると思うんですよ。自分はこんなことをされたらものすごく嫌な思いがする、だから人にもしないでおこうってなるんですよ。でも自分が嫌な思いすることと誰かが嫌な思いすることっていつも一緒なんですかね。違うと思うんですよ。だって、なんかね、食事って大勢で食べた方が楽しいじゃんっていう人いると思うんですけども、一人で食べてもむちゃくちゃ楽しいよって人いるんですよね。だから最近はそういうこと言う人も出てきたと思うんですけども、一人の喜びって何者にも代え難いという考え方もありますし、でも一人は寂しいなんていうね、なんかはぶられたとかね、仲間外れとかね、なんか全然違うなと思うんですよ。学校に行ってもうみんなに無視されましたってからね、へっちゃらですみたいな、ね、いや無視されたのよかったみたいな方もいれば、無視されて寂しいみたいなね、そもそも他人っていりますかってことですよね。なんであなたは他者を必要とするんですかってところを考えてみると、別にいらないですよね。みんなが友達って言って群れてるから、自分に友達がいないことに引き目を感じてる、それが寂しいってことになったり、はぶられてるってなったり、仲間連れになったり嫌だから、LINE の返信をすぐ送るみたいなね。そうそうこういうことがあるんですよ。一家でね、食事をとっているお父さんお母さん、中学生の娘さんで、小学生の弟さんいるんですよ。中学生の娘さんは食事中でもね、 LINE が入ってきたら、あ、 LINE だってすぐ返信するんですよ。それこそ食事の手を止めてやるんですよね。でも家族の関係ってそういう悪くなるんですよ。で、
お父さんが言うんですよ。食事の時ぐらい携帯話せないのかって言ったら、だって返信しないとハブられるんだもんみたいなね。家族にハブられることは何ともないんですよ、うん、で一瞬しか付き合いのないそういった学校のね、そんな LINE の返信が遅れたぐらいでもう関係を切っちゃおうみたいなことをねする人を大事にしてるんですよ。これってどうなのかなと思うわけですよね。まさに多くの人が失敗する見栄っ張りってことだと思うんですよ、うん、だからね、その花屋龍馬さんの今回出した課題っていうのは、私がねいつもねアンチテーゼとして捉えてる問題で、そんな心配必要みたいな。でまさにそういう心配に縛られているからこそ、本質が見えていかないっていうかね、なかなか自分の人生が始まっていかないと思うんですよ。そもそも人生に自分以外に必要なものってあるんでしょうかっていうね、こんなアンサーをクエスチョンを花屋龍馬さんに投げて、今回の動画は以上にしたいと思います。いかがですかね。そもそも自分以外に頼りになる人っているんですか。いかがでしょうか。いってらっしゃい。